分かっちゃった。なるほど。はい、鈴木さん、ではここパー5の第3打目ですね、はい、先ほどちょっと打っていただきましたけど、見事にあの右手前のね大きなバンカーに入りました。やっちゃいました。もうそれをですねパッと見てあのすぐまた分かっちゃいました。本当ですか、プロ。 ので、はい、そこをちょっと修復してもう一回打ってみましょう。よろしくお願いします。ステップ1、あまりボールを上げすぎない。まずアドレスの時ですね、はい、これはまあちょっと少し左足がまあ下がってますの割にボールの位置がやはり今度はちょっと左すぎました。でこう左足下がってる時はなおそのボールの位置っていうのが大事になります。はい、はい、ではちょっとボールの位置をもう一回確認しながらですね、はい、鈴木さん最初の位置がもうちょっとフェアウェイウッドの場所ぐらいのところにあるんですね。なのでクラブが変わるにつれてボールの位置がやはり 1,2,3 そうですね、3つ分ぐらい中に入らないと、そうですね、その分少しハンドファースト色が強くなります。そうです、はい、これがいいアドレスになってきますね。ステップ2、マネジメントを考えよう。やっぱボールの位置が左にあって、あの今ピンが右手前なんですけれども、はい、もうバンカー越えのピン方向ちょっとこう狙って行き過ぎて、はい、なおかつボールが左にあるので手前からダフって開いて当たって手前のバンカーという形になりました。でこれは前回のドライバー編でもやりましたけど、そうです、右のつま先はそう閉じながら、そうですね、はい、ボールとの距離感もいいですし、うん、アドレス向き方向 OK ですね。ステップ3、なるべく広い方を狙っていこう。ピン方向ではなく、はい、ピンの左10ヤード、左10ヤード、はい、そうですね、あっち方向を狙っていきます。はい、はい、そこに対してもう一度アドレスの準備をしてください。はい、はい、さっきのルーティンから入りますよ、はい、そうですね、はい、いいと思います。はい、鈴木さん、では今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今はですね、ちょっと100ヤードの、ショット編をちょっとやってみたんですけれども、はい、まあ狙い方、アドレスの取り方ですね、はい、少しお直しするだけでだいぶ大きなミスが減ると思いますので、はい、今後また取り入れてやってみてください。はい、ありがとうございました。分かっちゃった。